先天図とは、北宋の儒学者、昭洋が考えた、液気の生変に関する学説に基づく辞書や、方位によって八揮及び64家を排した図である。昭洋はこの図の原作者を天地自然にかたどって、八揮を作り出した不次とし、それを復元したと考えた。一方、現行、収益における家のの列、すなわち従来の液伝によって示された辞書や、 方位によって、毛を配列した図は、光天図と呼ばれ、その作者は、衆の文王とされる。先天図における八毛の生成文化先天図における、毛の生成過程は、対極から始まる、宇宙生成論を表すとして、朱子学において重視された。駅の掲示下伝に、不次が天地自然にかたどって、毛を作ったという記述があり、 商用は不次が、天地に先んずる神羅万象の生成に基づいて、作った、液家の生成原理を明らかにしようとした。光玉形成書未物外編に、一変して二、二変して4、三変して八毛なる。四変して16、五変して三十有字、六変して六十四毛備わるとあり、八毛について言えば、一変して二とは犬をはじめとして、上皇の日を陰に、 変化させると直しができることを言い、二変して四とは、勘、直しの中高を変化させることで、理、真ができることを言い、三変して八景なるは、勘、直し、理、真の諸行を変化させることで、辰巳、勘、牛虎、羊猿ができることを言う。これによって、勘一、直しに、理三、真四、辰巳五、勘六、牛虎七、 羊猿八という辞女が導かれる。それを、影が極まった羊猿を子に、火が極まった犬を馬にして、八方に配すると、せつけ殿に言う、天地定位、山沢通気ライフアイウス、水火不奏者と符合する犬と羊猿、牛虎と、直し、真と、辰美、関取りが相対する位置に置かれることになり、また東北から、真、利、直し、関、辰美、 関、牛虎、羊猿の順に音量が象徴する順になる。関一直し二次三心四たつみ五関六牛虎七、羊猿八六十四家についても、同様の原理で完結大吾、大層小畜、十大畜、体、の順で辞助と方位が導き出される。これを、右から左、下から上へと八行八列に配した方図と、羊猿を湖に、犬を馬にして、 円環状に配した円図が描かれた。主審は、環状駅伝において、円図の内部に法図を含んだものを、仏義発揮図という名で掲載し、商用から応用へ伝えられて、定結が得たものと説明した。後に主記はこれを、仏六十四桂法図と解明している。また、一分かれて二となり、二分かれて四となり、四分かれて八となり、八分かれて十六となり、 十六分かれて三十二となり、十二分かれて六十四となる。ゆえに曰く、影を分かち日を分かち、駅は六位にして、章をなすなり、とという記述があり、これに基づき、南宋の手記は、一二四八十六三十二六十四、というか一倍法を、刑事上限の、対局領義四増八家と結びつけて、音妙二項の積み重ねによって二の逃避数列で怪我。 生成されることを表していると解釈した。これにより、両義は、陰光と陽光四僧は項を二つ重ねた、太陽、昭陰、昭陽、大陰とした。そして自らの著書、収益本義に、不通八景寺序図、不通八景法図、普通,家普通六十四景寺序図、不通六十四景法囲図といった名称で、先天書図を掲載した。1703年。 ドイツの数学者ライプニッツは、イエズスカイ宣教師、ジョアシャン・ブーベから、主記の、ふっつに64手法イズを送られ、その辞書の中に自らが編み出していた二神法の、計算術があるとして、陰項を0、陽項を1と解釈し、ホー図の左上端の羊猿を0として、右へ、白を1、ミを2、身を3、ヨ,ヨン、と番号を振っていき、右肩の犬を六十三と規定した。 新代になると交渉学が流星すると、先天図のような図書に基づく総をむは、否定されるようになった。構想義は、疫学増数論において手記が、先天図に基づいて、刑事上伝の対局領義マイナス4増八景を1項ずつを2、新法的に積み重ねたものと解釈して、対局領義4増八景163264、家としたことを批判し、 音量に項を二角組み合わせたものを四蔵とするなど、教問に根拠のないことを明らかにし、また商用も対極領義マイナス四蔵発揮と結びつけていないことを述べた。一方、鯉は、駅詰名弁において、南総初の出身、環状駅伝に、陳丹は、先天図をもって、話に伝え、法は、僕を治に伝え、僕を治は、理の際に伝え、 の際は、商用に伝うとあるのを受けて、先天図が、儒教に由来せず同教の同志賃貸より伝わったものだとして批判した。なお、恋は、個体極図と呼ばれた図像が、賃貸が伝えた先天図であるとしている。ありがとうございます。